まあ、誕生日ってことでお酒を飲んだわけ。なんかね、すごいおしゃれなお酒飲んだよ。なんだったかな、なんか夕方の光景っていうお酒飲んだ。なんか刀剣乱舞とコラボしてた。あずみ、刀剣乱舞二人しかキャラ知らんからさ、なんか全然わかんないんだけど、なんかかっこいいなって思ったキャラがいて、それが何のキャラかわかんなくて、刀剣乱舞が好きな友達にこれなんていう名前のキャラって聞いて、あのキャラの名前だけ知った。いや、アスミは女の子が可愛いなって思うタイプだからさ、そう、男のキャラ本当にわかんないんだよね。あ、そう、ブゼンゴーっていうキャラめっちゃ好き。今までマッシュヘアの男の子めっちゃ好きだったの、個人的に。でもなんか最近あの なんかね、センター分けがかっこいいなってやっと気づいた。だから自分がおでこ出すの好きじゃないからさ、そうなってたんだけど、あれセンター分けってかっこいいのかなみたいな最近思った。じゃあアスミもセンター分けすっか。まあ似合ってたら何でもいいと思いますけどね。うん、なんか最近好みがないんだよね。なんかよくこう聞かれるの、なんかこの質問とかで、こう男の子も女の子もなんか好きな髪型ありますかみたいな、もうすんげえ聞かれるわけ。でもなんかね、最近ないんで、ちょっと前まではなんかボブヘアの女の子が好きとか、こうウルフカットの女の子が好きとかあったの。でもなんかもう最近わかんない。もう似合ってればいいよ。もう似合ってればいいよ。もう何でもいい。お前はそのままが一番いいって思ってます。男の子って刀剣乱舞好きなのかな。なんか女の子はよく刀剣乱舞めっちゃ好きなの見かけるけど、男の子って興味あるんですか。刀が好きな人は好き。へー、え、刀剣乱舞って刀から名前来てんの？初めて知った。はあ、そうなんだ。気づくの遅いよ。自分も清楚だし、好きなものも清楚だし、得意なことは戦争です。